すごいね。異例の暖かさだから。お。遊びモードになってた。もう遊びモードになってた。さあ皆さんこんにちは。農水札幌森ちゃんでございます。今日はですね、ライオンちゃんと一緒にエリアにて泥だらけになって遊んでみました。札幌では異例の2月にして10度以上という暖かい日に撮った動画でございます。皆様も一緒に遊んだ気持ちになってくれると嬉しいです。それでは行ってみましょう。どうぞ。まもなく生後5ヶ月を迎えるアポロとルナ、お肉を食べるようになりましたが、まだまだミルクは飲んでいます。甘えん坊な子供たち。よいしょ、イエイ。雪解けすごいね。異例の暖かさだから。お、何やってるの。これを生で見れるなんて。ひな壇は途中です。土で遊ぶのもいいね。ワイルドだからね。かわいいかわいい。もう遊びモードになってた。すごいすごい。うわ、すごい。すごいすごい。すごいね。いいよ、いいよ。うわ、すごい。え、どうすんの？おお。戻りました。ちょっと待ってくださいね。はい、必ず扉閉めなきゃいけないですから。いろいろすごくなっちゃったんですよ。もうセルカボもうこの辺からこの辺からそうだし、なんかわかんないですけど元気が過ぎて GoPro 途中でつかなくなるし、もう身ぐるみ剥がされるかと思いました。でもまた遊ぼうって思います。楽しかったです。いきます。頭の皿これがすごいね。すごいよくしゃべる。はい、おいで。おお、引っ掛けてあげてくださいね。さあ皆さんもあげれますからね。よいしょ、おいで。かわいい子じゃん。ハートのお皿から、はい、どうぞ。力すごくないですか。すごいです。私進んでいきそうです。だんだん前に進んでます。そればっかり今気になりました。私も基本後ろにこう倒れてます。それだけ力が強くなって決まりました。はい、餌やりいいですね。森さん、餌あげるの上手ですね。ありがとうございます。なんかコツとかありますか。コツはですね、上からあげちゃうと畑落としちゃうんですよ。特にアポロ君こんな感じで。しかも落としたらもう拾えないので、お客様もなので下からスッとお口めがけてあげます。って感じです。
皆さんいかがでしたでしょうか。可愛い動物たち泥だらけになりながらも力いっぱい遊んでいます。これからどんどん成長していってもらいたいです。願わくばもう少しゆっくり大きくなってくれると嬉しいんだけどな。しょうがないですね。はい、それでは皆様グッドボタン、コメント、チャンネル登録お待ちしております。またお会いしましょう。森ちゃんとライオンでした。またね。